にちは、榎本敦子です。じゃん。いるの、私まだここにいるの。なんとサンライズミュージックさんでこのサイバーフォーメラのキャラクターソングのコレクションが出るっていうのの宣伝をね、取りに来たんですけれども、せっかくなので私ここで、自分のチャンネルの動画撮っていいですかって言ったら、いいよって言われたので、今日はこっそり撮らせていただいてます。ありがとう。素敵な素敵なこのアスラーナと一緒にお送りできるよ。はい、ということで私今日ね、機材をね持ち込んでね、やってるんですけどね、見て持ってきてるから全然違うから、ありなしでね持ってきてやってるんだけどね。でも事の発端はね、私が動画アップしたじゃないですか、サイバーフォーミュラが好きっていう動画。そしたらなんとですよ、サイバーフォーミュラ公式さんからツイッターの DM が来たの。ありうる、ありうる。すごい、動画拝見して素晴らしかったです、よかったら紹介とかお願いできます、お仕事とかお願いできるんですかみたいな感じで、やーねーってなりまして、今回こういう運びになったわけでございます。金丸さんとかおけよさんとかも動画見てくださって、もう大変恐縮、本当に本当にただのオタクなので、この件に関しましてはただのオタクなので、ただただ愛を叫んでいただけなんですけれども、こうしてオフィシャルの方にご覧いただいて、当時の方に愛が伝わってお仕事にもなるだなんて大変嬉しいです。ありがとうございます。もう今日はここに来るために朝ですよ、今朝サイバーフォーミュラのテレビシリーズの最終回とダブルワンの最終回を見てからここに来ました。仕上がってます。そしてダイナマイトシゲさんのボントゥービーチャンプを聞きながら来ました。仕上がってます。嬉しいよ。もうそれでな、ここにいっぱい見本があるんですけれども、これとかこれとかね、あともうみんなこれ見て、宝の山だよこれは。ここが懐かしいでしょ、アニメートさんでこう並んでたじゃん。で、いっぱい持ってたんだけど、加賀さんのアルバムとか実家の倉庫にあって、全部は持ってないよ、だって中学生だからお金がないから。これは私物です、見本とかじゃなくて。私のこの間の動画でも言ったんだけど、アシカの「じゃあね」っていう曲が入ってて、今回こちらのね、サウンドツアーズラウンド4ボーカルコレクションにインタビューが載ってるんですけど、筧さんっていう当時のプロデューサーの方が作った曲が「じゃあね」だった。ちょっと感動しちゃった。最高じゃない。そうなんですよ、筧さんが作曲されてる曲って大変好きな曲で、素晴らしい曲をありがとうございます。このアルバムはデュエットも結構入ってて、加賀さんと葵京子のデュエットとか、あとシュマハと葵京子のデュエットとかあって、当時、銀座の恋の物語とかさ、愛が生まれた日ってこれより前かなとかの、デュエット流行ったじゃないですか、世界中の誰よりきっととか。私にとってはこの大貧民大富豪時代と愛の周回遅れ、これが自分の中でのデュエットのスタンダードだったからね。でもね、本当に流行ってね、当時中学生ですから、みんなで結構分担して買ってたんですよ。当時こんなにシングルが出る時代ですよ。このキャラクターシングルなんてさ、でも8種類とか出てるんじゃない、全部買うの大変だったから、みんな「私は加賀さん」とか「私はシューマハ」とか、大体ね、声優さんによってね、誰々タンみたいなものがいたもんで、この早見さんタンとか関さんタンとかいたんですよ。それでみんなで分担して買って貸し借りして過ごしてた歌少女時代だったんですね。でね、やっぱね、こう今回のインタビューも読んで改めて思うんですけれども、声優さんってお芝居がメインジョブじゃないですか。で、歌ってそこにあくまでそこについてくるもうサブのものだと思うんですよ。いろんな考え方あると思うけど、ポイってキャラクターソングがついてきたりとかするんだけどね、歌が好きな人は歌手になるじゃないね、なんかそっちのルートに行くじゃん。でも声優さんになったってことはさ、なんていうんだ、歌メインにやっていこうっていう気持ちで業界に入ってきてるわけじゃないと思うんだよ。で、そんな中でいろんなお仕事の中でいろんなことに声優さんはチャレンジしていくんだけど、歌もその一つで、業界にいてすごい思うのが、一番最初の現場が、歌の現場があんまり良くないっていうか、なんか嫌な思い出ついちゃうと、歌自体がね、嫌いになっちゃうんですよね。あと歌うイベントがうまくいかなくって嫌いになっちゃうとか、なんかそういう初めてとか、こうたくさんそういうのを経験させる現場ってすごい重要だと思うので、私は一緒にこう例えばイベント出るとか、イベントで歌を歌うのが初めてとかいう人がいた場合、
絶対このイベントで歌を生で歌うっていうことを嫌いにならないでほしいと思うから、めちゃくちゃ世話役の、あの中のね、こう転がしの音とか、あ、こうした方が歌いやすいです、どこが分かりにくいですか、あ、頭が入りにくいですか、じゃあ頭にボーカルちょっと入れてもらって途中から歌うようにしましょうとか、そういうこう工夫っていうのがいっぱいあってね、それをなるべくするようにしてるんだけど、私すごい思うのはこのサイバーフォーミュラに出てた声優さんたちってその後ソロアルバム結構出されてるんですよね。気持ち悪いから全部タイトル言うけど金丸さんインスパイアードカラーズと、あの曲なんて言うんだっけ、レディオキューズレディオスターみたいな、レディオって合ってる、うん、とか、三井さんのアルバムも買ってたし、三井さんのアルバム全部いいんだけど、優しい大人になるためにとかもいいんだけど、コットンカラーが名盤、ドルフィンボーイね、あと緑川さん飾らない心のまま、おけよさんカムイントゥーマイライフ、空の足とチキコ両方持ってたよ私とか、まあ、早見さんのアルバムいくつか持ってたけど、リエゾン、リエゾン超名盤も聞いてほしいんだけど、リエゾンどうどう南條浩二、南條浩二サンライズで南條浩二の話しちゃダメと、まあ関さんはね初めからトシ君だったからバナフリとかね、いろいろたくさんキャラクターやられてるけど、そうやってその後にソロアルバムのお仕事をされてたっていうことは、こうやってたくさん歌った現場がいい現場だったんだと思うんですよ。でインタビューを読んで改めていい現場だったんだなっていうのがよくわかりましたね。そしていろんなことにみんなでチャレンジして、結果も出してね、 CD めちゃくちゃ売れたから箱根旅行に行ったなんていうエピソードもありましたけど、羨ましいわ。私はさ、このこういうさ世界観にさ憧れて業界に入ったわけですよ。これがね、いわゆる私の中のキャラクターソングのスタンダードで、めちゃくちゃ憧れたんです。でもね、私がもう業界に入った時には結構デジタル化の波も押し寄せてたし、こうやってフィジカルで CD を売るっていうことがだんだんこう音源を発売するみたいな方法に変わっていったりとかした時代だったから、ちょっとね音の作りとかキャラソンの作りが変わっていってしまったんですよね。だからね、もうもはやこの技術、このこういうキャラクターソングの作り方の技術ってもうないと思うよ。そういう現場がもうないし、あとそういうミキサーさんがいないし P もいない、絶望よ私にとってはもうね、本当にこのなんていうの、ある種ミュージカル的なキャラクターが本当にここにいて歌ってるんだっていう世界観がすごく好きだったんです。私もね、もちろんそういう曲もあるんだけど、結構イメージソングっぽいものが多いかな。なんか歌詞の内容はキャラソンっていうか、まあキャラクターが言いそうなことなんだけど、セリフになってるからね、これ本当に。わしは車田さんのさ、飯塚正道さんの歌なんてもうほぼラップっていうかさ、セリフでちょっと歌が入ってる。この作りとか本当に私好きだし、やりたかったなぁ、こういう時代に生まれ、ちょっと生まれるのが遅かったけん、生まれるところからやり直したいぐらい、やっぱこの生まれるところからやり直したいくらい、やっぱねこのキャラクターソングのお仕事クリエーションめちゃくちゃ素晴らしかったと思います。何個かね、私そういう作品、キャラクターソングが素晴らしいなと思った作品あるんですけども、サイバーフォーミュラは間違いなくその作品のうちの一つです。ね、やっぱりさ、このボックス売れないとダメだよ。やっぱドラム CD までたどり着かなきゃ。本当はね、一番好きだったのは、この間の動画で言い忘れたけど、サイバーフォーミュラのドラマ系で一番好きだったのは、アニメイトカセットコレクションのアスラーダが風邪ひいちゃう回があったんですよ。それはすごい面白かった。カセットテープだから、それをまた発売するとかちょっと難しいみたいなんだけど、あれ本当に面白かったから、サイバーフォーミュラ今ハマっちゃったっていう人は、アニメイトカセットコレクションまで、ぜひ遡ってほしいなと思います。今もう結構喋ってるでしょ、喋りが止まらないよ。けど最後に、私は今日はサンライズミュージックさんにいますし、リミッターが解除されてるからね、とんでもないものを持ってきたんですよ。みんなにこれちょっと見せたくて。あのね、緑川さんもね、インタビューの中でちょっと言ってたんですけど、まあ緑川さん当時ちょっとコミケに行ったことがあると、でちょっとサイバーフォーミュラの本を買ったなんていうエピソードがあったんですけど、当時めちゃくちゃ同人誌も流行りましたね。もちろん私も読んでたんです。っていうか普通の単行本と同じくらいの感じで同人誌が貸し借りされてたんです。でサイバーフォーミュラ CF ですよ、 CFSD とかあったでしょ、 SD あったよね、 UU とかね、いろいろあったんですけど、 CF も結構あったんです。で私いわゆるそんなに BL とか読まなかったんですけど、小説とかもあったの、サイバーフォーミュラの同人誌の。知ってる人いますか、お姉様方ね、きっと活動してた方もいらっしゃると思うんですけど、もう当時のね、私がサイバーフォーミュラを好きだった証を今持ってきてます。ダーン、
これもう見ればみんなわかるでしょ。スケブですサンライズミュージックスケブを出すもん。これね、いろんなキャラクターが書いてあるの、当時好きだった、まあまあ地元チャンネルだからいいでしょ。トランクスとかね、いろいろいるんですけど全部見せないよ。トランクスとかセーラーマーズ、あと18号、ドラゴンボール多いね。クラマ、ヒエイ、時代を話してる、カラス、もうカラス頼んでるから私、やばくないですか。93年って書いてある。ユウスケ、トウヤ、クワバラ、ユウハク多いんですよ、ユウハク好きだった。で、うなさーん、うなさーん、これもしこのチャンネルを、もしこの絵を描いたっていうお姉様が見ていらっしゃったら、ぜひ榎本までご一報ください。配信のサムネとかお願いしたいでその後もトランクス、ベジータ、トランクス、ベジータの後に加賀さん来るとエモいね。パパ、何なんだって、撮影映りますか。夏コミって書いてあるよ。こう考えるとやっぱ加賀さんオーダーしてるっていうことが多いっていうことは、加賀さん好きだったんですね。加賀さんみんな好きだったよね。力があるキャラクターだものね。あ、今朝ね、そのダブルボーンを見てから来たんですけど、同じとこで泣きましたよね。やっぱ加賀さんが絶対勝てって、ま、スケボーを出すけども絶対勝てっていうあれを出したところ、あれなんて言うんですか、こうボード、あそこで泣きましたね。あと加賀さん今見ても美人ね、素晴らしい。あとグレイスンが清川さんだったことに今更気がついて、カレカノで共演してるもんでね、グレイスンだって思いながら接したかったね。どういうことか分かんないけどグレイスンなんだ清川さんって思いたかった。当時ちょっと精一杯でなかなか思えなかったんですけれども、はい、ということでちょっとね、サイバーフォーメラに対する思いはまだまだあるから、まあ、ご希望があればまた撮るけど、本当に今回はお仕事としてね、サイバーフォーメラに関われるという名誉をいただきまして本当にありがとうございます。アスラーダにスケブ見せちゃったよ、ごめんね。アスラーダ大丈夫だ、心配ない今私の動画を撮ってるから担当さん設計を外しといてくれてよかったです。もうこれは見せられない、これは見せられない。なんでちょっと小声でしょ。ポリスターの方も来てくれてるんだよ今日はい、ということでサイバーフォーメラーの力にね、少しでもなれたらよかったです。はい、いつもチャンネル見てくださってありがとうございます。サイバーフォーメラーの動画からこの動画に飛んできたあなた、とんでもないものを見てしまいましたね。とんでもないものをアップし続けておりますので、まあちゃんと歌とか歌ったりとかもしてます。よかったらチャンネル登録、高評価、あとコメント全部読んでるので、なるべくコメントもほぼ返信しておりますので、よかったらこんな人だと思わなかったみたいな楽しい書き込み待っております。誰々が好きだったとか、何話が好きとか、どの歌が好きとかね、サイバーフォーメラの話いっぱい書いてくれたら私とっても嬉しいです。はい、ということで榎本あつこでした。バイバイ。